ということで、皆さんここどこか分かりますかね。今日はゲストをお呼びしています。どうぞ。どうぞ。イエーイ。わあ。ゆきえちゃんです。娘です。母です。娘です。ゆきえちゃんはよく通勤の時に使ってる？通勤というか普通に遊びに来た時。原宿でございます。原宿にいます。若者の街。私は一人じゃ来ちゃいけないところなんでよ。一番合うけどね。じゃあ服装はぶらりしていきたいと思います。ちょっとね人が多そうなので多くないところに向けてあんまないけど歩いていきたいと思います。はい、この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。東郷神社に来たのでお参りしてきます。東郷神社に行きたかったんだって。いや、来たかった。私毎年来てるし。あ、毎年来てんの？ほぼ毎月来てる。あ、じゃあゆきえのいつも行く神社なの？あ、そうですね。パワースポット知らない？東郷神社知ってる？知らないの。勝守の麻雀の雷電とかも来てるんだよ。その人は知らないけど、うちはなんかいつも関西の方のお守り、勝尾寺ってとこのそれも勝守りをあさちゃんがいつも買ってきてくれたりとかして、こっちのやつは持ってる。私はいつもここ。あんなかった時もここ。あ、本当。だそうです。じゃあ行きましょう。はい。はい、じゃあ。はい。バイバイ。さよなら。行ってきます。行ってきます。欲しいのあった方が。違う、S サイズの福袋で T シャツ4枚で6,600円。安くね。そうで、ユアも1個買って、うちも1個買ったの。はあ。まだ残ってたよ。いやいや、中身何入ってるか見るよ。じゃあ見れない。じゃあどんな T シャツかって大体行ったら見たらわかるじゃん。こういう系統かって見たことないの。あ、そういうこと？そう。はい、行ってきました。久々に会いました。私も頑張ります。ありがとうございました。誰に言ってんの？どうする？見て。可愛いカクカクの青んぞ。カレー？うん。知ってる？一個。あーとうんって口閉じてんの分かってる？うん。あーとうん。ご飯食べた？うん。そうだよね。この時間食べたらもうそう。夜終わるもん。うん。夜終わる。少ない都会の緑ですよ。本当に。でも渋谷区緑増えてきて、なんかでも本当にさ、海外って思うんだけど日本ってすっごい少ないんだよね、緑がね。公園とかが海外と行ったらさ絶対あるじゃん、栄えてるとこにもさ、ちょっと行ったらもう森っていうかでっかい公園。でもうちらが行くところ大体田舎じゃない？まあ田舎、まあね。うわー、なんかいるみたいな。なんだっけ、鹿だっけ？鹿じゃない。牛とか羊とか馬とか。違う。もっと他のやつ。カンガルー。カンガルーはオーストラリア。カンガルーいるよって起こされたもんだって。でもゆきえ寝てて見てないカンガルー。どこ？カンガルーいっぱいいるからオーストラリア。どこってなった。どこ？あそこだよすぐ。ね、知ってるよ。いつもここ通ってんだから。ママに何か見てあげようかなって思うけど、なんか結局見てもママの好みちゃんと。じゃあなんか結局。リップンディップのやつは持ってるが多いから。まあそうだよね。でもさっき言ったんでしょ。さあ、お買い物してきた。他に買い物してないの？うん、そこしか見てない。そこついてそこ見て終わった。ゆきえちゃんのじゃあいつものルート歩いてみようか。いつものルートってあってだってフィガロ行く時のルートだ。だって全然うち知らないもん。原宿？うん。何が欲しいですか？買った。まあでも買っても荷物なのか。そうだね。まあゆきえんち置いときゃいいかな。絶対言うと思う。いやでもね、もうリップンリップでセットアップ買っちゃったんだよね。あ、そうなの。スウェットの。まあでもそれ着ていこうと思ってるから。ああ、でも帰るわね。あれはご飯入れたの？アルファ米めっちゃ入れてる。ああ、アルファ米ね。ゆきえんは苦手なんだよね。いや苦手っていうか、あれでも絶賛熱の中頑張って食ってたから。さっきアグはちょっと見たんだ。どこも見てない。先に聞くけどどこ見てない？アグとリップンしか見てない。あ、そうなの。とりあえず靴見る。靴、うん、もう置くとこないであろうけど、大きいとこに引っ越せばいいと思うな。そうですね。あ、アトモスあるじゃん。そう、アトモスいっぱいあるよこの辺。スニーカー見ると買っちゃうからな。じゃあそれで。アディダス見る？見る。アディダスも見るの？こっち見る。あ、こっちでいい。次。ウィンドウショッピングにただただ付き合わされる2人。っていう動画になるけど、これ大丈夫かな。うどん。がっつり食うな。あ、スニーカーなんか行く？スニーダン高いよ、行っても。高いよね。高いよ。買えない値段のものばっかり。皆さん大好き。スニーカーダンク。反対側なんだけどさ、ロムハーツ行きたいんだよね。ああ、いいよ。うち行きたいところもう一個あるんだけど。どこ？パルコだと思うんだよね。パルコ？ジャスティン・デイビス行きたいんだよ。ああ。ちょっと渋谷寄りじゃん。あ、いや、ラフォーレの中にある。あ、ラフォーレか。ラフォーレ行ってからにする。まあまあ、方向があれだったら。方向、いや、ちょうど中間地点にいるの今うちら。あ、じゃあラフォーレ行って、ラフォーレ行って、クラムハーツ行って、うん。っていうルートで。じゃあそれでジャスティン行ったら多分なんか買っちゃうと思うんですよね。ん？なんか買っちゃうと思う。買えばいいじゃん、買い物しに来てんだから。ここに何しに来てるって、買い物しに来てるんでしょ。まあでも今日の夜から海外なんて荷物。いやだってそんなんだって自分で伝えてさっき一日置いてけばいいかとか言った。何を急に遠慮してるの。うん、駅んちに送りつけてやる。送る？持って帰る。持って帰るの大変かなと思って。どっち側？ラフォーレ。あっち。あれ。ラフォーレ。あ、ほんまや。めっちゃ近かった。ケバブとかいいね。うん。でもケバブとかはさ、海外で食おうぜ。今の話。今ね。今。だからあれぐらいでつまむんだったら全然よくない？うん、いいと思う。ちょうどいいと思う。わ、くら寿司だっていいな。なんなの、ちょっと飛びすぎやからな。お腹すいた。ケバブと寿司って。やっぱ私は個人的には軽く食っといた方がいいと思う。うん、いや軽く食っていいと思うから、なんかつまみ食いしようかなぐらいよ、うちも。あとでケバブ買う？食べ歩きながら行く？一個買って半々個でいい。あ、いいよ。いやでもどうせ辛いのにするでしょ。いやなんでも食べれるもん。いやまあうん。そうだな。うん。甘いのじゃなければいい。ああ。甘いものが得意じゃないから食べるんだけど、一口で飽きちゃう。アイスを最後まで食べきれない。だいたい残す。わ、なさちゃん家にアイス買ったの忘れてきた？いや違う。あ、そう、まあそんな感じ。そんなことかなと思った。そんな感じなんだけど。じゃがバターあるよ。めっちゃいいやん。じゃがバターあるよ。いろんな味あるんじゃないの。ちょっと。じゃがバター日本一トッピングがあるって。めっちゃあるやん。あ、すごいやん。納豆まであるよ。いいやん。だって梅水晶まであるんだけど。ハムマヨ、ツナマヨ、ニンニクチップあるよ。どこ？20番。あ、でもな、辛いのかな。じゃあ上は辛いけど、ニンニクチップしよう。辛くないでしょ。わかんない。ここで買い食いして、あ、そういう感じで食べちゃって、トイレしたいから先に中入って、もう無理だそうです。だから中入って見るだけ見てもらって、その間パパっていただいて。はい、ここのジャスティンを初めて。こちらがラフォーレでございます。はい、またここもちょっと見てきます。トイレあんたこの階ないんちゃう、大体かな。ほら、近い1階か2階って書いてあるから。じゃあ見てから買いました。でも何を買ったかは言いません。当ててね。どれか当ててね。あれかなってなる。きっとあれだなってなる。じゃがバタ買おう。じゃあゆきえセンスで。私あれがいい。岩のりがいい。岩のりチーズガーリックとかすごいじゃん。いいけど。もういいけど、そんないけんの。なに、全然いけるよ、ほら。あ、本当だ。すごく明太マヨにとろけるチーズにキムチをスイートコーン、コーンはいらないけど。ね、身が気になるの？岩のりがいい、私。岩のりと何が気になるのか。9番、いやチーズとガーリックでいいよ、ガーリックチップ。岩のりに合いそうなのを言っただけだよ、うちは。でそれにする、私。そうする？うん。便利な世の中だな。そうだ、8円戻ってくるからね。ああ、どうも。あ、いいね、岩のり、あの状態か。あ、え、合うと思うよ、チーズ。絶対合うよ。バターはもともと乗ってるの。あ、ありがとう。絶対合うじゃん。何の撮影ですか？あ、自分の YouTube の撮影なんで、すみません。ぜひ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。バンバン映して。バンバン映して。バンバン映してって。ピースって。あ、可愛い。ここでやってますって言って。ラフォーレの真横でやってます。ラフォーレの真横でいつもやってるんですか？そんなこともない。曜日とか。あ、はい。あ、そうなんだ。もう一回2月。もうこの冬の時期ならみんな食べたいよね、じゃがバター。この間のさ、奈良行った時のさ、いや食べれなかったから私。私食べた。だって他にいろいろ食べちゃったからさ、じゃがバターってなったんだけどダメだった。今年2個目のじゃがバターです。岩のりチーズは絶対合うから。味噌もいいね。いやそう、味噌もいいなって思ったよ。それを見てたの。トッピングを考えるのが楽しいから。みぐるさん家でやろうね、じゃあ。いいよ。例えてこれ。じゃあ、やばい。蒸し器。まあ、蒸せるけど、でも、こんだけ、トッピングを用意できません。ご用意できません。持ってく。ありがとうございます。いただきます。いただきます。箸も買って。それで、ありがとうございます。いただきます。気をつけて。あ、ガーリックだけ。甘。バターはもともとあるらしいから。絶対熱いよ、あんた。熱いかな。うん、これ半分した方がいいかな。はい。これ絶対熱いっしょ。熱いかな。そのサイズ。いやいや怖い。無理？出せ。あ、いや熱いって言ったじゃん。いただきます。あ、うん。超うまい。言ったじゃん。うん、あ、うん、全然でもガーリックと岩のりも合うね。ね。普通にお腹空いてきちゃう、これ。うん。めちゃくちゃうまいっす。このトッピング選べるシステムすごいいいと思う。いいね。うん。おかずにもなるし。あとバター欲しい。こう下に溜まってからダクダクにしてあげる。うん。ここバターついてるじゃん。ダクダクじゃん。続きまして、クロムハーチュへ。シルバー買い漁る日やな。シルバーあんまないからね。でもさ、本当はさ、石入ってるやつがよくてさ、今さ、ターコイズのさ、バングルつけてるじゃんさ、そう。新しいの欲しいんだけどさ、あんまこう、あ、めっちゃいいなみたいな、思わないんだよね。ジャスティンすればターコイズのなかったね。なかった。ターコイズのあれエミネムのちっちゃいのとか売ってんだけどね。あ、そうなんだ。うち持ってる。つけてんの見たことないかもしれない。見たことないね。なんかね、やっぱりちょっとちっちゃめのとか華奢なやつは怖くてつけれないんだよね。ちぎりそうで。雑にやすからね。いつも。ちぎれちゃう。もうちょっとお腹満たされたからちょっと欲が落ち着いたよね。ちょっと食べたらさすが芋。うん、いや芋にチーズですからね。確かに暗くなってきましたね。ね、あっちに行く。うん、りんご飴さ、りんご飴をさカットしてさ今食べるじゃん。うちちっちゃい頃からやってたんだよね。飴とのバランスを考えて一番おいしく食べれる方法を考えたら包丁で切ることだったんだよね。なるほどね。急いでくるこの曲。テトリス。確かに。どんどん速くなる。そう。意外とお店あるよね。ね。福岡行った時にさ、ぼっちと流星と買い物してさ、福岡で。でもあんまり時間なくてさ、いそいそ買い物したから。次はもっとゆっくり買い物しようねって言ってた。この間うちさイギリスさ、行った時に泊まったところのさ、が古着屋さんが多いとこ通りで見たよ。古着屋さん、向こうの古着屋さん見たことないんだけど、なんかねちょっとなんかいつもさプライマークとかさ、なんかそういうのが入ってる、なんかそうそうそうだね、モールみたいなとこ行くじゃんさ。そう、なんかもう普通の街中にちょんちょんってある感じで、そこのお店ももう可愛いのもあるし、なんか買ってたよ。まだやってるといいな。やってるかな。開いてない？開いてる開いてる。ありがとうございます。何もなかったので。解散だ。落ち込んでますゆきえちゃん。あ、ちょっとあっち、ちょっとあっち行こう、あっち。顔が変わりました。行きたい場所が見つかったらしい。やってるかな。前さ、デウスっていうさ、カフェブランドみたいな、あったんだけど、その跡地にね新しい洋服屋さんができた。その洋服屋さんが気になる、私は。ほうほう。これ行きたいの。ちょっと見てきます。海外ブランドなんだけど。あ、へー。あ、オッケー。買った。ということで、原宿お買い物ツアーになりましたが、ぶらりしてきました。じゃがバタ美味しかった。マジただのぶらりでした。すみませんでした、遅刻して。そう、遅刻したから、こんなに日が暮れるのが早いんだな。失礼しました。わざとじゃないんです。ということで、でもなんかぶらりするのは初めてだから、うちの動画は。あ、そうなの。うん。お買い物もできたし、はい。クロムハーツなんもなかったけど。なんもなかったな、マジで。最近なんもない。なんかペアものしかなかったし。まあ、次回リベンジということで。はい。またどっかをじゃあ、ゆきえちゃんとぶらりしたいと思います。ご飯も食べて。ご飯食べてぶらりしよう。こまごまご飯食べてぶらりしたいじゃん。そうね。大阪編とかでもいいし。ああ、いいよ。心斎橋編とか。ああ、いいよ。じゃあ、それで。はい。ということで。チャンネル登録、グッドボタン、温かいコメントをお待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございます。バイバイ。